ソウル市の中心部にやってきました。今日もセミが元気よく鳴いています。そんな暑い夏におすすめのスイーツをご紹介します。それがこちらのお店、わらびの花です。2年ほど前に総社の商業施設から移転オープンしたわらびの花。お店の名前の通り、わらび餅が看板商品で、もちろんお店で手作り。もっちもちのわらび餅は定番のきな粉に加えて、抹茶やチョコ、ミルクと種類も豊富なんです。美味しそう。大きいね、うん、わらび餅もおすすめなんですが、なんといっても私が気になっているのがこちら、冷たい花焼きです。榊原さん、はい、冷たい花焼きって何ですか？弊店で冬場に取り扱っている大判焼き、俗に大判焼きなんですけれども、こちらを夏場でもお召し上がりいただきたくて考案しました。何が変わったんですか？生地の配合ももちろんですが、種類が断然と増えました。通常の花焼きは4種類ほどなんですが、この冷たい花焼きはなんと15種類以上の味が楽しめるんです。すごいね。すごいですよね。冷たいということですから、冷たい状態で美味しくいただけるんですね。そうですね、冷たくするとちょっと固くなっちゃったりするんですけど、弊店ちょっとそこをいろいろ考えまして、冷たく冷やしていただいても美味しい、もちろんこの常温のままでも温めていただいても美味しい、3通り楽しんでいただけるようにしてます。商品並べていただきましたが、かわいいですね。ありがとうございます。もう見た目が抜群に愛らしくって、色とりどりのあんやクリームが入っていますよ。まず定番からいただこうかなと思うんですが、まず定番はどちらになりますか？そうですね、あんバターをお召し上がりいただければ。あんバターこちらですね。はい。いや、おいしそう。あ、ひんやりとしていますよ。わわわわわわ、すごいすごいすごい、あんこが詰まってますね。ぎっしりです。おいしそう。つぶあんです。いただきます。うん、おいしい。おいしいですか？すごく生地がふわふわでもっちもちですね。はいはい、柔らかい。で、あんこが冷たいのに甘くって濃厚な甘さがあるんですけど、でも上品な味わいですよね。はい、バタークリームがそこに塩味をプラスしてくれてて、すごく甘みと塩味のバランスがバッチリ。ありがとうございます。じゃ、この生地っていうのはどういった生地なんですか？と、冷めたらだいたい固くなるって思われがちなんですけど、そこをちょっとたくさん考えて、冷めてもあのもちもちふわふわ感が残るように試行錯誤しました。やっぱりこのわらびの花で作っている花焼きっていうのは、このもちもち感がやっぱり特徴なんですか？そうですね、うちあのわらび餅屋さんなので、わらび粉が入ってます。これが特徴です。わらび粉が入ってるからこんなにもちもち食感で、はい、さらに夏は冷めてもふわふわです、はい、で、この中でひときわ存在感を放っているのがこちら。なんていうお味なんですか？ミントちゃん。ミントちゃん。商品名はミントちゃんって言うんですけど、中身はミントクリームに、カラースプレーかけてます。なんでミントちゃんなんですか？なんで、ひらめいたんです。はい、覚えてました。こうミントのこのカラーが可愛いですよね。可愛いです、はい、映えてますね、カラフルで。で、やっぱりお味ですよね。はい、これも夏にぴったりなんだろうな。いただきます。すごい。うん、どうでしょう。うん、うわ、爽やか。ミントの香りがふわーっと口の中に広がりますね。はい、で、このカラースプレーのプチプチした食感とチョコレートの甘みが合いますね。美味しいですか？美味しい。あ、よかった。美味しいです、ミントちゃん。なんか、はい、あの花焼き、まあ、大判焼きって言われてましたけど、はい、っていうよりかは、うん、なんかクレープに近い感じ、なんか洋風な感じ。そうですね、あの、うん、和スイーツをもっといろんな年代の方に楽しんでいただけるようにっていうところもあって、こういうカラフルなバリエーションを増やして夏の新商品として出してるっていうところもあります。もちろんわらび餅店ならではのドリンクも、季節ごとに変わる限定商品もあります。
今はレモンです。わらびどういうこと？あ、来た、うん来た、いるんだ、うん、おいしい、はい、あつるつる、はい、もっちもちのわらび餅、レモンの味しますね。はい、レモンのわらび餅を入れてます。すごいレモン味のわらび餅、はい、すごい爽快感がありますね。夏にぴったりですね。もうこの夏限定の商品、本当にいろいろされていて、はい、皆さんに来てもらいたいですよね。そうですね、わらび餅ドリンクで新しい味を出してみたり、花焼きで、夏限定を出してみたり、ぜひ皆さんにお一つお気に入りを見つけてほしいです。そうですね、はい、よかったらもうわらび餅と冷たい花焼きと、はい、あと飲み物はこのわらび餅ドリンクで、そうですね、3点セットで、ね、3点セットでこのわらび餅尽くしで楽しんでもらいたいですね、はい、ぜひぜひ。夏も美味しい商品たくさんありますので、皆さんもぜひ来てみてください、はい、お願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。これはハマる。